雪連れ、3人が連れ立って言ってますけども、まず右の敵に殺意を感じたので右を切り左を切ります。連れ添って言ってますけども、ここで殺気を感じたもんですから、自分は相手を追いやったって一歩斜め後ろにちょっと下がっておいて、相手を追いやっておいて右の敵に抜き打ち、返す方に左の敵を切る、横のちぶり、木崎三寸からの納刀は構いません。雪連れ、連れ立つ、同じく3人で連れ立って言ってますけども、今度は左の敵、左が殺気を感じたもんですから左を突いて右を切る、同じように言ってますが、ここで追い過ごさすですね、相手に。そのために自分は右隣の敵の後ろに下がるようにして刀を抜いて、追いやった左敵の左敵を突いて返す方によって今度右の敵を切る。はい、連れ立つ。この技もこの一本一本が確実に切れて刃筋が通って、全てが刃筋が通るように稽古していただきたい。総まくり、はい、総まくりですね、はい。総止め、これは狭い通路、まあ橋で言ったら一枚板の橋の感じ、田んぼで言えばあぜ道みたいなもんですね。そういう
狭いところでの出会い頭、敵は何人いるか知りませんから、一人ずつしか相手にできない想定ですね。したがって縦に何人おるか分かりませんけども、前から来た敵をまず今朝に抜き打ち、ここで納刀に入ります。収めようとしたらまた次来ましたから、その敵にまた抜き打ち、収める。また来たからこれに、でもう一応3人で終わりとします。便宜上でちぶりの音、でこれが橋で、橋の下から切ってきたとしたら、今度はそれの想定で切らなければなりません。そういう時にはこれから下から来るわけですから、ここでまた来ましたから橋の下、やっぱり一応3人で終わりということに、一応約束でそういうことになってます。で私は立っていく、ね、最初やった今朝に抜きつけていく、この方法をとってます。はい、忍ぶ、闇を想定してますので、歩いていく途中何か気配を感じた、自分の正面に気配を感じた、よく分かんない、だから少しセンターを外してここで抜きつつですね、かわしておいて、ここに音を立てて誘います。その音によって相手が切りつけてきたところをすかさず切り下ろす。ちぶりの音、忍ぶですね。まあいろいろやり方あるわけですけども、あの想定の仕方でですね、刀を土に当てるのはもったいないから、ここでキラッとこうパッと光を見せる、そこに来たから切るという説もあります。あるいは これで音を立って相手を寄せるという方法もあるみたいです。私は先ほどやりました ここでの音ですね、それでいきます。この方法をとってます。こういうふうに習いました。はい、これで忍ぶ。